名寄市立天文台は日本の北海道名寄市にある天文台。前身は高等学校教諭であった木原秀夫が開設した施設天文台であり、1992年に木原市から名寄市へ寄贈され、名寄市立木原天文台として開外。2005年12月より北海道大学と名寄市が研究による相互協定を締結している。 2010年4月より、名寄市立天文台、北海道立サンピラーパークセミの丘にある。北海道大学が設置し、公開天文台としては、国内2番目の大きさとなる合計1.6メートルの望遠鏡があるほか、名寄市が設置した望遠鏡やプラネタリウムの設備がある。ピリカ望遠鏡は、北海道大学大学院林学、 研究家付属天文台望遠鏡として設置された望遠鏡で惑星観測を主な目的とした望遠鏡である。研究活動に使用されるほか一般に公開されており、観測時間外においては望遠鏡の見学、望遠鏡による看望を実施している。見学、看望が可能な日時は天文台ウェブサイトで公開されている。望遠鏡メーカーは 西村製作所である。リッチークレチアン工学系を採用した反射式望遠鏡で、主鏡の有効光景は1600ミ、mm、リメートル、合成焦点距離は19.2メートル、課題は経緯大式である。カセグレーン焦点と2つのナスミス焦点を持ち、ナスミス焦点のステージには大型の検出器を搭載することが可能である。 カセグレン部には5方向に出力可能な光線切り替え装置があり、ナスミス商店と合わせると7台の観測機を同時に搭載でき複数波長での総合的観測が求められる惑星観測に適した仕様となっている。2010年11月にファーストライト、2011年4月後半から本格運用を開始している。土星、木星のスペクトルイメージング観測や 大学間連携による光、赤外線、天文学研究教育拠点ネットワーク構築、事業として、国立7大学及び、国立天文台と連携、ガンマ線バーストや超新星爆発などの突発天体の観測を実施している。2012年前半は、6月6日に、金星の日表通過があるほか、視聴径が大きく観測条件が良好なことから、 各点問題や餌の金星探査機、ヴィーナスエクスプレスなどと協力した金星の共同観測を計画している。鉄道利用の場合、宗谷本線名寄駅もしくは日清駅を利用、高速道路の場合、道路自動車道標別県部地 IC から国道40号でのアクセスが容易。ありがとうございます。